はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は幸運の王子様、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。行け。あー、まあギャンブラー行こう。カニ電球ミルク、あー、電球取りましょうかね。とりあえずパールを光らせながら退場してくれればよし。鍵は1本取っておく。さてさて、ミルク花賞金稼ぎ、泥棒に備えて賞金稼ぎを取りましょう。最悪ザロフの契約書を引ければ、ギャンブラーを処す手段にもなりうるよという感じですね。お、銀、銅の矢はありですね。ブラックペッパーにしておこうか。おいほいほいほい。袋かささぎ鍵、まあ袋を取りましょうか。花電球チェリーか。んー、まあ、電球おかわりするか。はい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 。バナナの皮、カラス、バナナ、猿は取ってないよね、まだ。まだ猿取ってないけど、まあ、バナナ1本ぐらいなら取っといてもいいかな。ネズミ、カメ、金魚。ネズミ、カメ、金魚、まあ、金魚かな、とりあえず。ほい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 。50払って、6スピン後に100ですね。ココナッツ、巨大な壺、ダイヤ。まあ、壺か。ビリヤードボール取りましょう。トランプ行くなら5枚目のエースもありなんだけど、ちょっとなんか流れがそんな感じでも長いかなという感じですね。鉱石もちょっと割る手段がないと取りにくいかな、現状は。ネズミ、カタツムリ、怒りか。ま、ネズミもちょっとどうしようかと思うけど、ま、チーズの卓を増やしておくか。電球、犬、パール。これ、電球これ以上増やしてもなっていう話はあるよね。まあ、ただ、まあ、メインの戦力決めかねてるので、まあ、電球だったらね、適当に取っといても、とりあえず空白を埋めてもらって、まあ、パール光らせながら適当なタイミングで退場してくれるかなと。まあ、光る小石だね。電球の、消費先を増やしておきましょう。結構ギリギリだな。で、富野か。まあ、富野取りましょう。オッケーオッケー。電球割れましたね。で、100払って、6スピン後に150ですね。銅の矢おかわり。あ、トリプルコイン。トリプルコイン来るなら、まあ、コインもそれなりに活躍するか。ほい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 。コクのフルーツ取りましょう。さあ、トリプルコインがあるのであれば、ミダス王とかミダスのまじないとか、あれ系が、やれなくもないぞと。まあ、犬手も取っておくか。ギャンブラーと、賞金稼ぎがいるので、まあ、どっちかと戯れてくれたらいいかなという感じですね。で、富のカプセルを取っておく。さあさあさあ、矢がそっぽだね。アイテムカプセル取りましょう。まあ、ミダスのまじないもあったけど、さすがにアイテムカプセル優先かなと。お、片方の矢はある程度いい位置に入った。カニも信者も今回はちょっとやってないっすね。ただアイテムカプセルの中身が、卵パックだったので、まあ、卵は、回収してもいいかなぐらいの感じかな。7スピン後225、サルノーズワールド、フルーツバスケット。うわぁ。一応フルーツバスケット取るか。ここはウサギかな。でも虚空のフルーツ、ちょっと待って。いや、5個以上ある時だから、まあ、虚空のフルーツ今取ってもちょっとしょうがない。足しにはならないか。まあ、だったらウサギかな。一応ドワフのタル取りましょう。ただ割るかどうかはまだ判断。付けかねてるよと。まあ、ザロフの契約書取れたら、賞金稼ぎにね、ザロフやってもらって、ドワフのタル割って、3にしましょうとか、そういう使い道かな、今回の場合。お、ごめんダイス取って、ギャンブラーを処せるようになった。富野かな？これは富野ですね。はい、ふい、ふい、ふい。チェリー破壊のまじないウサギの結果。まあ、フルーツバスケットエッセンス発動させるためだけにチェリーを取るのもなんかちょっといまいちなんだよな。いまいちなんだよな。まあ、ちょっとこれはスキップか。まあ、取るならウサギの毛だけど。まあ、ウサギの毛取るか。で、電球壊れる。
あー、泥棒取りましょう。ほい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 。卵はロビンフット。これはロビンフットですね。ほい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 。オッケー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 。めちゃめちゃロビンフットがいろいろ触れ合う。亀鍵バフカプセル。バフカプセル取りましょう。ほいほいほい。バフカプセルの割れた位置は、まあでも、1足りない。マジか。ちょっとね、なんか3連続で300でやられてたからね、今度こそ300を出したいと思ってたら、その手前の225でやられちゃいましたね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。いやー。